願いします。お願いします。ちょっと切りますね。はい、お願いします。ホームページご覧になっていただいたんですか？最初私シンガポールでやってくれる方探してたんですけど、見つけれなくって、聞いた方は全部なんかどうね。てんてんてんみたいな、今回日本に来る機会があったので、はい、で日本はそのドネーションやっている方々ってレジスタンスするじゃないですか、どっかにレジスタンス登録するじゃないですか、ドネーションやってますって知ってたの。じゃあ東京どこかなっていうのを見て探してってかなんかで引っかかってきて、こっからなんか見てて何人か切ってるのを見て、はい、グーグルで見つけてください。出てきたのがお店のじゃなくってご自分でやってるサイトかなんか、はい、あ、そうですか、載せてます、ズレっていうか、ゴム4本で止めるの3回目くらいです。いないです、この長さは。あ、そうなんですか。長すぎるくらい長いですこういう長さを止められてる。あ、そうなんだ、はあ、冗談の半分で私の友達は2回できんじゃないって私にすれば10センチ普通に超えてます。あ、そうなんだ、切ります。はい大丈夫です。はい、お、すごい、すごいですね。で、何がすごいって、調べがすごいかな、土地ですか、高さすごいと思います測ったら65センチでした。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ、はい、頂戴しますね。よろしくお願いします。ありがとうございます。最初にカットからしてください。はい、パーマからの順番です。はい、伸びてきました。いつからシンガポールにいるんですか？11年ですね。日本離れてもう20年経つんで。海外から来てくれて嬉しいです。ウェブ見て海外から来てくれた人初めてかもしれないです。ヘアドネーションするために伸ばされてたんですか？たまたま長くなりましたが、1月にヘアドネーションする方と会って、その人もついこの間したのかな。で、その時にその話でちょっと盛り上がって、ここまで伸びてるからやろうかなと思ってシンガポールで探してたっていうのがさ、またよりうまく人が見つからなかったので、9月に行くから9月に切るか切ろうかなと思っているタイミングというのがいろいろ重なって。ドネーションやり始めてどのくらいですか？はい、5年前かも。そうです。相当早く賛同したくさんだったので、うん、あのホームページの中に連れていうか載せられたら、はい、個人で300人が多分超えてます、はい、これで賛同します。はい、焼き鳥弁当売ってるんですよ、ね。普通の焼き鳥です。函館の焼き鳥って鳥じゃなくて豚バラ。え、なんで焼き鳥って言うの？でしょ。そう、全然焼き鳥じゃないです。あの鶏肉の焼き鳥を食べたい時は、なんてオーダーするんですか？鶏肉の焼き鳥。そうなんですか。焼き鳥の鳥って何を指してるんですか？さあ、でも焼き鳥弁当。ちょっと頼みますね。はい。13番。はい。拡張。この状態で軽っていう好きなの日部なんでされてたんですか？いや、名取まで行った。名取って何ですか？お名前、先生のところから、あの、なんとか流、なんとか流ってあるじゃないですか。先生のところからお名前もらって、だから名取って言うんですか？名取。これで20本きます。はい。イヤーキャンドル？何ですかそれは。イヤーキャンドル、うん、髪にキャンドルオイルかなんかを塗ったようなやつをこう耳のとこに本状にした形で作って燃やすんですよ。大丈夫なんですかそれ一応大丈夫なはず。耳垢を取るみたいな仕組みになってるらしいんですけどすっきり感もありそうです。軽い外してセリンがつけます。はい、すごいおしゃれですオイルとバームってご存知ですか？混ぜるんですけど。あ、混ぜるんですか？はい、毛先についてればちゃんとついてるなって印象になるんです。はい、こんな感じで。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。